はい、三村チャンネルです。今日は私の生徒の、えー、初段と3級の、えー、男の子、えー、3子曲ですねちょっと見ていただきたいと思います序盤、えー、ちょっと布石やってみましょう、えー、ここに開いたんですね二間開きこれはこの石がまあない時にここに2つ開くっていうのは非常に 分かりやすくていい手なんですけども相手がここにいる時は本当はあんまりいい手ではありません。でも結構好きみたいですね。9の方はよくこういう手を打ちますねあの。実は厳密に言うとこういう手も悪くは、うん、ないのかもしれないんです。本当はあるかもしれないんですけども、まあ、やめておいた方がいい、うん。おすすめはできないという感じですね。白、えー、も,もう手を抜いたんですけど本当はこうとか。 のの頭頭をををねる、あるるあいいは2目の頭を守るという手を打つ方がおすすめですですので黒は、まあ、このようにまたうう受け方としては別に悪くはないですが手を抜いたら跳ねが大きいわけですね。これは例えばこういうふうに打つとこんな感じで2目のダメの詰まった石っていうのは弱いんですね。これは簡単に取られてしまいますのでもし このようにへこまされる、まあ、羽に受けさせられるんでしたら、それからこういうふうに打った方が得になります。まあ、お互いに2目の頭は気にしないで進んでいったようですね。3、3から、まあ、こんな感じでちょっと、これもあんまりいい手ではないんですけども、こんなふうにどんどん進んでいきます。そして、ちょっと、A、を飛ばします。 ずっと、えー、黒がね下手が頑張って優勢をキープしていきます。まあ割とどこにも石が死なないで、まあ、寄せまでいくわけですね。でここで、まあ、小寄せに来てここでは黒がはっきり勝っているんですけども跳ねついでね普通はこういうとこをこ継ぐとこなんですけど手を抜いたわけですね。 これはその3級の子でなかなかできないすごいことだと思うんですね。えー、多分じーっと見て考えて、まあ、読んだ、うん、彼なりに読んだんだと思いますね。こういうふうにもし来てもこれで大丈夫だ、取れてるっていうふうにね、これは読めてたのはすごいと思いますね。そし,そしてまあ実際白のね ここは受けてくれることを期待してたと思うんですけども非常に大きな逆風性を打ったのでこれは本当にすごいただしこの後に悲劇が起こります、えー、どんどん寄せてまあまず白にチャンスはないわけですけどもここへ取ってそうですねちょっとだんだん怪しくこの辺になってきますね、あのー ダメが詰まってきたここにまた打っちゃったわけですね、えー。ここに打っちゃったので、自分のダメを、まあ、その最後までダメを詰めましょうっていうのが最近の、ね、ルールではそういうふうになってますので、ただ手,が手入れが必要なところは手入れをしてからダメを詰めないといけないですよね。そして今度はこれで同じように、もし先ほどのように逃げると今度は ドーンとやらられれれて、これは取られちゃうんですね。いろいろ取られ方もありますが、えー、ここでもまだ、うん、ちょっとねだからうっかりしたんでしょうねここにさっきまではさっきはその時は考えたけどもあとはもうここに切りがあることすら忘れちゃったんですよねこれで、えー、実践はこのようになって で結局全滅をして投了となってしまったんで非常にかわいそうな結果になってしまったんですね。まだしもここで冷静になってこういうふうに打ってこんなふうに打てばあの生きてたのでこれでも勝ってたんです実はこれでも勝ってた。だけども そうでもともとは立派な行為だったのがその負けにつながってしまったんですね。こういうところ手がいりそうなところ危ないところを手がいらなくても手を入れてしまうのが普通なんですけどその読んで、ね、手を抜いたことが悲劇につながったので必ず寄席ではダメを詰める前に手入れをここに手入れが必要なんではないかこういうところをちゃんと確認をしましょうということですね。これが、まあ、初段ぐらい、 の、えー、時には非常にまだ、えー、多く見られるミスでこういう逆転は多いと思いますね。ですので皆さん気をつけてください。ちなみにこのようにダメを詰めていたら形勢は、えー、私数えられるんですよ。本当数えられるんですけどもこのソフトの機能をお見せするためにもねこれを使って計算をしますけども18目も黒が勝ってたわけですね。ですので まあすごくつらかったと思いますけどいい経験ですねこういうことをしっかり気をつけて、えー、もっともっと強くなってほしいと思います。